お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原ではマックス鉱石などの新アイテムが登場し、さらに白金玉や心の雫など昔のアイテムもいくつか再登場しましたよね。こんなアイテムたちを見たら、ウロボの胃の中で溶かして合成したくなりますよね。もし合成したら特製パッチなどのレアアイテムが生成されるのでしょうか、それともポイントアップの軍勢が襲ってくるのでしょうか。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はウロボに冠の雪原の新アイテムを4つ入れたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはやっていきたいんですが、今回特製パッチはやりません。特製パッチは別の動画でやっておりますので、それはねその動画でご覧いただければと思います。まあそれは置いといて、他のね新アイテムでやっていきましょう。はい、合成に使う道具を選んでください。じゃあまずは軽くウォーミングアップ的な感じでマックス鉱石いきましょうか。まあこれはね答え知ってる人割といるんじゃないかなと思いますが、私まだ知らないんでやってみたいと思います。これはまあもったいないっていうほどもったいなくはないけど、これでいいの出てきたら結構いいよね。これで特製パッチなんか出てきたら最高なんですが、いきたいと思います。合成しよろしいですか。はい、普通にこれは来る可能性あるよ、いいやつ。これは中途半端だからね、ポイントアップとかはなさそうな気がするけど、なんだポイントアップかい、ポイントアップかい。普通にいやこれはだって中途半端な感じですからね、そうなると思わなかったんだけど、まあ次行きましょう。ガンガンいっちゃうよこれ。一応マグマブースター行きましょうか。まあこれは新しいアイテムではないですけど、復活したアイテムですね。で入れていきたいと思います。4つ。これはね目玉商品とかでゲットできましたね。これを入れていきたいと思います。これも地面に集めるの時間かかるんですが、来いよ来いよ。木炭、うわーな、弱まった。一応寒冷性だけ保たれてるけど全くいらん、物を燃やす燃料っていう感じになっちゃうんだ。はい、じゃあ次エレキブースターですね。これなんだろう、木炭に相当する電気のやつってあったっけ。電気玉とかかな。じゃあはい、これ入れてきますよ。はい、いいやつ来てる、頼む。こい、怪しいパッチ、あ、意外だなこれは全然違う方向性のものができたね。まあでもこれは割と、あーでもあれか、エレキブースターそんな集めるの大変だからな、結構割には合わないか。はい、じゃあ次ガラナツリース行きましょう。これもね新しいアイテムですから地味ですが行きたいと思います。なんだろうこれ、何くんだろう。これもね結構ガラナツの枝使いましたからね、相当に。4つだったら結構使うから、なんだ頼む。サイコショック、技レコードパターンか。ポイントアップよりひどいぞ。ポイントアップの方がまだ使い道あるからな。これはちょっとマジでやめてほしい。ポイントアップはマジで嫌だっつっても、まあ一応使う場面ありますからね、本当に。はい、じゃあこっから伝説系いきましょう。うわ、伝説系同じパターンだったら嫌だな。せめて違うもの来てほしい、その方が映えるから。本当に頼むよ。それは心の雫からいきましょう。はい、1234。これだってめんどくさいんだから、交換いっぱいしたんだぞ私。何回交換したと思ってんだよこれ。はい、これでいこう。合成完了。はい、頼む。高速移動かい。まあ一応なんか関連性はあるね。でも悲しいよこれ。じゃあ混合玉いきましょう。こんなね綺麗な玉を入れるなんてもったいないよ本当に。頼むよ、いいやつ来てよ。まあでもポイントアップ来ないだけマシだわ、まだ映え的に。来いよ、いいやつ来いよ。アイアンテールかい。いやー、技レコードパティーンはきついってマジ。それやめてくれ本当に、ガチできついわ。白玉いきましょう。白玉団子、団子とか出てくんじゃねえだろうな、そんな当てはあったっけな。花粉団子とか出てくんじゃない、そしたらちょっと待って待って、頼む、それだけはやめてくれ本当に。牛尾のお香、お香に変わっちゃうの、あんな綺麗なやつが。匂いしねえだろあれ絶対、マジかよ。じゃあ白金玉いきましょう。白金玉って玉じゃねえけどな、はっきり言ってただの鎧鉱石みたいな感じだけど、こいつもういいやつ飲みすぎだろ。ウロボお前の胃の中どうなってんだよ。怪しいお香、なんでお香に変わんの、玉が。あれ削ったら匂いすんのか、どういう仕組みなんだよ、よくわかんねえよ。もう悲しくなってますが、アクアカセットいきましょう。これ前に一度プレート系でやりましたけど、そういう感じになっちゃうかな。アクアカセットを入れていきましょう。ちょっとテンション下がり気味ですが、頑張ってやっていくしかないっすねこれは。頼む来てくれ、ワンちゃん来い、ワンちゃん来い。牛女、なんでお香なんだよ全部、お香はやめてくれ。まるで使い道がねえんだよそれだけは。ポイントアップのがまだいいわ、ポイントアップがなんなら欲しいわ。ちょっと稲妻カセットいきましょう。はい、これどうなんの、お香パティーン今まで一度もねえかんな地味にちょっと待って待って待って、あ、エレキシード、まあまあなんかこれで嬉しくなってる自分が嫌だわ。なんかちょっとエレキシードまだマシだよ本当に。はい、じゃあブレイズカセット、なんでさっきのお香になったんだろう。まあいいや、来いよ、木炭とかなんのよ、頼むよ。これワンちゃん来い、ワンちゃん来い、頼む来てくれ。ヒートスタンプ、なんでなんか炎タイプ系は木炭しかり、結構なんか関連性強いやつ多いね。関連性あとも使い道はないんだけどね。じゃあラストフリーズカセット、頼むよ。
頼むからいいやつ着てくれ。で、特製パッチ来い。特製パッチ。それだけが欲しいんだよ。頼む来い。ああ、雪玉かい。ということで検証結果。うろぼに冠の雪原の新アイテムを4つ入れたら、劣化する。でした。やはりという感じではありますが、まあ、誰かが開拓しない限りは、確証は得られませんからね。という感じで自分を必死に必死に慰めることしかできません。そうしなければ涙が止まりません。まあ、ポケモンへの愛は人一倍あると思うんですが、そんな感情論は意味なく報われないこともあるんですね。やっぱり親愛って無に帰すこともあるんですね。テロリストじゃない、ほら。